質問は、来世にどんなものを持っていけるかと。どんなものが持っていけると思います？例えばカラオケを一生懸命頑張っている、このカラオケの力は持っていける、持っていけない？例えば前言っていう才能で生まれてくる人は何かそういうものを持っていける、何か、いや、その中の何かは持っていけるんだと思うんですけど、もともと才能を持って生まれてくる人はいるわけなので。うんうん、じゃあ何で持っていける？何かが習慣化された、うん、そうですね、習慣化したもの。ね、習慣化したものは持っていける。習慣化したものっていうのはイコール何？五？うん？五ですか。習慣化したものはイコール六？そこ、大勢に持っていけるものと持っていけないもの、持っていけないものって何？認められるために力をつけずに、打ちかけだけなの。持っていけないものって何？お母さん。持っていけないもの。いけるものは人を感じらせる心。持っていない、持っていけるものと持っていけないもの、ね、持っていけないものは何？だから業にあったらね、持っていきますよね。今聞いてるのはね、その一生懸命努力してきたものが全部持っていけるわけじゃないですよっていう話をしてるわけですよ、ね、一生懸命頑張ってきたものが全部持っていけるのかって言ったら持っていけないよと。業にないものは持っていけない。でも一生懸命努力したものの中で、じゃあ業になるものと業にならないものは何が違うのっていう話なわけです、ね、例えばカラオケを一生懸命やりました。それは来世に持っていけるの、持っていけないのって言った時に、同じようにカラオケをやっていたとしても持っていけるものと持っていけないものがあるってことなんです。何が違うのっていう質問ですよね、はい、そういう話なんですよ。だからみんなね、その診断会の話を聞いてる人ってさ、一生懸命種をまけば結果になるんだって思ってるわけ、ね、一生懸命頑張って努力したものは結果になるんだっていうふうに思ってる。だけど仏教っていうのは、ね、一生懸命努力しても結果にならないものがあるってことなんです、うん、ね。ならないものがあるってことなんです。何が違うのってことなんです。
努力したものが全部結果になるわけじゃない、ね、だからここではね、カラオケは習慣化しているのでね、それは業になってるから持っていけますよ。でもこのカラオケが別の意味でやっていたならば、それは習慣化しなくて持っていけないんですよ。何が違うっていうことです。がのためにやってるってことですか。おうおう、がのためってことは何、認められるため、価値を持たない、そうね、価値です、価値。ね、価値にとらわれてやっているものは業にならないから持っていけないんです。例えばこのカラオケをすることがね、自分の価値だと、ね、みんなが、いやすごい上手い人だなっていうことで認めてもらうと、ね、そういうふうに、ね、いわゆるその価値っていうのはいわゆる優越感のために頑張ってるってことなんですよ。でも習慣化してるっていうのはね、それが好きだから、好きだからやっているものは、ね、認められるとか認められないとかっていうことと関係なくやっていくじゃないですか、ね、例えば診断会で進めているもの、ね、診断会で進めてきたものをその皆さんはやってきたと思いますけど、やったのはそれが好きだから、ただ一生懸命 AT をやってた、声かけをしていた、ね、ガタガタやってました一生懸命であれ努力しましたね、僕ものすごい頑張りました、ね、あー楽しいなー、 AT が楽しいなーってやっていたかってことですよ。どうです、来世に持っていけそうですかあんなに頑張って AT したことが、あ、 AT で声かけね、声かけをしていたことが持っていけます。すごい頑張りましたよ、すごい頑張った。僕も本当にもうね、僕話し込みがしたかった、話がしたかったいや、ね、でもそれ話をすること自体は好きですよ。話をすることは好きだけど声かけをして、ね、こんにちは、あ、断られたっていうことをこう果てしなく繰り返すこと、それはね、種まきをしたんです。ものすごい種まきをしたんです。じゃあ持っていけるの、持っていけないのってことなんです。すごく努力したけど、でもそれを今からやろうって思うかってことなんですよ。やりたいなって思うか、好きだからやってみたいな、ね、その価値っていうのはね、それを やると認められるからと、それをやると評価されるからとか、ね、やらなければならないから、やらないと見捨てられるからとかね、そういうようなものでやってきたものはどんなに頑張ってきたとしてもそれは業にならないんです。あの好きになるものっていうのは基本的にあの自分を感じるから好きになると思うんですけど、うん、その好き、自分が感じられるっていうのは価値とは違うんです。自分が価値っていうのはね、その人から見た幻想の自分なんですよ。その幻想の自分を守るために頑張ってきたもの、ね、自分の中にこうあって、自分が例えばアイドル活動をしたっていうふうにしたらね、そのアイドル活動ってみんなからそのこんな人間って見てもらうために頑張ってきたってことじゃないですか。こんな人間だと見てもらうために頑張ってきたものってすごく頑張ってるわけですよね。
だけどそうやって頑張ってきたことはじゃあ来世に持っていけるかって言ったらね、それは持っていけないでしょ。それが本当に好きでやってるのか、いや仕事だからやってる、やらなければね見捨てられるからやってる、そういうものでやってる、自分の我を守るためにやっているものは結局やらなくなるんです。つまりやらなければならないってやっているものはやらなくなるんです。例えばね、お母さんとかこうね、料理をね、世のお母さんの料理を作ってる、それが好きだからやってるのと、やらなくてはいけないから私料理はちゃんとやってるでしょ、だから好きなことやってもいいでしょとかね、そういうようなことで、やね、自分が大義名分のためにやってきたものはそれは年を取るとやっぱりやらなくなるわけですよ、料理。ということは習慣になってないわけ、それは一生懸命やってきたかもしれないけど、それが業になってないわけです、ね、例えば歌手だ、本当に歌が好きで歌っているのか、それとも本当にね生きていくためには歌を歌わないとやっていけないからやってるか、やらなければならないっていうふうに思ってやってるものは、それは自分の中でね嫌だ嫌だって思ってるんですよ。その僕も AT ですっごい嫌だなの声かけして嫌だな嫌だな嫌だな、でもやらなければ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 理性で動かしてやってる、それはすごい頑張りました、すごい頑張りましたけど、でも自分であもっとやりたい、創意工夫してどうしたらもっと声かけができるだろうかっていうふうに考えてるわけじゃない、ただこう時間をこうなんていうんですかね、もうこの時間やりましたね、必ずこう上司から聞かれるわけだ、どれだけやった成果はどれだけとか聞かれるから、どれだけやりました僕ないでしょっていうふうにするためにやっていた。それはどんなに種をまいていたとしてもね、その種まきにならない。例えばお母さんが自分の体のことを考えて行動する、やらなければならないからやってるのと、ね、いや自分の体を今まで大事にしてこなかったから本当に大事にしたいな、好きになりたいなっていうふうに思ってやっているのと、それはね同じやってるかもしれないけど、ね、前者は来世に持っていけない、持っていけないからまた体を粗末にするってことです、ね、後者は来世に持っていける、ね、来世は体を大事にするような人間になる。努力じゃないんですよ、どんな気持ちで種をまいてるかが大事なんですよ、ね、そのやらなければならないから。でも本当思いますよ、診断会で活動している人のねほとんどはね、やらなければならないからやってるんです、うん、そうでしょ、いっぱいご奉仕して、もうご奉仕したくてしたくてしたくてほとんど褒められたいからやってる。そう、褒められたい、価値じゃないですよ、ほら価値のためにやってすごい頑張ってるんですよね。もうダルマ大使ね、私はね給料のほとんどご奉仕に回していますこの功徳はいかほどのものでしょうかって聞いたらですよ、ダルマ大使はね即答ですよ、無功徳これはこれ自力でやっている、ね、そういうものだってことです、うん、だって業にならない、本当に、うん、ああやりたいな、本当にしたいな、こういうものを身につけていきたいな、そういうものじゃないわけです、ね、そういうふうにやることによって祝膳が熱くなるんじゃないかとか、ね、そういうふうにこうどっかでもうやらなくていい未来を想像しながらやってるっていうものは、それはどんなに頑張ったからといって来世に持っていけない、
そういう意味で藤原さんがカラオケをするのは大丈夫、持っていきますよ。もう嫌がなくてはいけない、次の章でこうなんとか1位をキープしながら頑張ってやりたくない、いけないやってるっていうものだったら持ってきませんけど、まあ基本的にはあのいい生き方っていうのはあの自分のなん自分の意思であの生きていくっていうのが一番、そう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 、自分はこれがしたいから、これがやりたいから、そして何かを身につけたいから、うん、お母さんだったら自分の体を大事にするっていうことをね、もう今こんな体だからやってるって思ってね、やっていたらそれは持っていけないんですよ。もうこういう気持ちを生まれ変わっても体が元気になっても続けていきたいと思ってやっていくかどうかなんです、うん、ね、ああもうこれは一生涯、いや一生涯っていうのは死ぬまでの間じゃなくてね、もう生まれ変わってもこの次の章でもずっとやっていきたいっていうふうにね、こういうふうに思う。だから僕自身もね、多分ね、過去世において説法してきたんだと思います、ね、そうすると説法をし始めるとね、その何ていうんですかね、急激にうまくなるんですよ、説法がね、説法が急激にうまくなるんです。ああこれはね、過去世もやってきたからなんだなと、ね、だから人にものを教えることがすごいうまいわけです、ね、それはずっと生まれつきうまかった、なんでうわ本当に説法しなければなやってないってことです。こういう全知識という肩書きを守るって説法するとかね、うん、そういうことでやってるわけじゃないってことです、うん、それが楽しくて、ね、好きでやっている、ね、だから創意工夫もするし、ね、もっとうまく話ができるように考えていくようになる、うん、そういうものは来世に持っていく。いくら頑張ったとしても価値のためにやっていたものは持っていけないと、まあ、いろんなことに、まあ、自分が好きなものをどんどん見つけていって生きていくといろいろ次の層に役立ちますよと。はい、分かっていただけたでしょうか。はい、はい、じゃあ今日は以上です、はい。